にちは、ハイジーです。というわけで今日は最近町田駅近辺にできました東京トンテキさんにお邪魔しております。メニューの表紙はシンプルでおしゃれなんですけれども、開きますと、はい、豪快なお肉の群れでございますね。トンテキのお店なのでこれ美味しそうで気になりますよね。でこれが食べたかったんですけれども、メニューを見ていきますとこういうのもあるのよ。めちゃめちゃ悩ましいし、豚さんでビールぶつけられているんですけれども、今日はやっぱりスタンダードなこちら食べてみたいと思います。はい、ただいまライストスープの方お待ちいたします。はい、うわ美味しそう、美味しそうで、しょっぱいいい匂い、何このしょっぱいいい匂い、ソースとニンニクが混ざったような匂いっていうのかな。お肉結構迫力あるね。でライスおかわり自由。いただきます。まずはキャベツから食べなきゃいけないかもなんですけれども、我慢できないのでもうこのお肉をもうガーリックチップごと、あ、脂身天国さんもついてきてますよ。ほらいいね、このテカリ方、脂身のブヨブヨし方、一口で、柔らかさと噛み応えのバランスめっちゃいい。ボソボソ感とかそういうのは全くなくてジューシーですね。でトンテキってこんなやっぱ美味しいんだね。これ見た目ももちろん美味しそうなんですけども、見た目以上の味ですよ、確実に。本当にジューシーで甘さもあってしょっぱさもあってバランスめちゃくちゃいいと思います。見た目ワイルドでありながら食べてみたらすごく柔軟なんですね。まさに気は優しくて力持ちパターンです。わかんないんですけど、このソースのベースはやっぱりねウスターソースに近いものがあるかなって感じますね。まあだから豚肉とはめちゃくちゃ合います。キャベツの方も食べていきましょうね。お野菜の中には意外ともやしも結構いっぱい入ってましたね。これもタレが馴染みまくっててもう美味しいです。そうしましたらいよいよですよね。はい、おー、切りました。皆さんもう分かりますよね、どうなるのか、どうなっちゃうのか。はい、そうなんです、この子をこうしてこういうことでしょう。はい、最高、これ最高、もう乾杯、もう美味しさにびっくり。これは後半の味変として最高だね、最高、なんだこりゃ。ごちそうさまでした。というわけで今回のトンテキなんですけども、まあ、食べた瞬間にね口の中がびっくりしましたよね。あ、こんなに美味しいんだって思って、でも今普通にワンセット食べたんですけども結構食べてるはずなのにまだ食べたいっていう、もうまさにお腹がびっくり。